さあ、今回はこの氷のね、新しい武器なら、めっちゃ早くクリアできるんじゃないかなということで、やっていきます。さあ、このシビアアコルド跳ね返るっていうので、まあ、クロマティックボルトとか同じような効果。なんで、まあ、キルがしやすいはずだと思うんですね。ほんで、まあ、敵を倒しながら、まあ、クロマティックボルトは多分取れると思うんで、そういう跳ね返り系のやつで、敵を無限に倒していくと。早めにレベル上げちゃおう。で、クロマティックボルト読みの処刑に入れてるんでね。そこは、生きてくんないとと。で、速度低下つくんでね、いらないです。で、火ダメ減少もいらないです。防御力もいらない。HP もいらない。だこういうのかな。マルチですね。氷はちょっと多めにできるかな、これね。で、今氷のマルチ入ったけど、クロマティックボルトって氷でもあるんで、まあ、クロマティックボルトのマルチも多分増えたはずです。あれもほぼ全部ついてるもんね。斬撃とか物理で割ったしかないけど、魔法とね、ついてますから。これどうしよっかな。まあ、一旦雪崩入れとく。欲しいのは正直バフ関係で跳ね返りのやつだから、あんまこれいらんのよね。特にないか。一旦入れます。最初としてはよく入れるね、チェーンライトニングとかあの辺が欲しいかな。雪崩はね、でもオーバースペックすぎると思う。アイスブローダメージ。で、クリティカルいらんでしょ。と思ったけど、まあ、バニッシュが足りないね。シビアコールド上げたいね、できたら。ブロックいらない。経験値いこう。できる限り回したいね。来てほしいのは来ないか。あ、いえ、チェーンライトにナイス。で、範囲でもかけとこうかな。破滅は入れよう。クロマティックは来ないですね。まあ、別に出づらくなってるわけでもないんでね。なんか出やすく、ネコールで安くしてるわけじゃないから。ダーケインパワー、これでマルチ。クロマティックとシビアコルドがマルチになれば、敵をおのずと倒れていくんじゃないですかね、と。で、マルチいいね。弱体化もちょっと良かったけどね。クロマティックさえあればなんとかなるんじゃないかなと。ナイスブローをどうするかだね。速度低下つくはつくんで、まあ、機能はするけど、そんなあえていらないかな。で、スキルがやばい。いや、これダメージは早いと思うんですけど、ちょっと狙ったやつ来てないんで、こう2回行こうかな。まあ、今スキルやり直した方がね、早い気がするけど。OK、これちょっといいや。チェーンライトニング、アーキンパワー。ある意味スキル絞ってるんで、その辺を自分で強化したいね。パラメータよりもスキル強化。範囲とかにするか。できる限り広範囲狙っていけるよと。で、マルチのバフ、これで73%マルチ。で、マルチ発動主力当然つけてますよと。いや、クロマティック欲しいね。で、持続時間伸びるんだ。これもあれじゃない、超えるんじゃないか。そこまでいかないか。で、マルチはもう確定的です。弱体化10%つけるか。クロマティックは来ないので、死んじゃってる。ライトビームにしとこうかな。てかもう何でもバフでいい、ここの最後の枠。こんなんならなかなか来ないですね。バフ、あれあったよね。拳、ダメージアップあったよね。あったあった。これでいいよ。で、チェーンライトニングとかが上がればいいですね。シビアコルトになるとね。
10秒間でクルダウン20秒なんで、そこをね、どうにか。したけど、まあ、ダメージでいいな。めまいの度やけど。あ、バフイン。もうこのめまいとかこういう 5% よりも、直でダメージ上げちゃった方が早いかなと。ダッシュはいらないかな。あ、いや、ダメージ良かった、今。しまった。あ、来た、クロマティック。なだいらないですね。こうかな。そうだね。これでいいか。クロマティック来れば、ちょっと発動頻度をメインで行きたい。で、ダメージも行きたいかな。あ、来た、こういうの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 一番欲しい。で、穴絵はないよね。血の渇望ないよね。血の渇望だよね。正直ダメージよりも発動頻度の方が欲しいなって思うんで、クロマティックあるからね。で、その最低限のダメージを上げてきてる、あれ。上げてきてるね。なんで、クロマティックも結構機能する。元のダメージ低いけど機能するはずなんで。いいね、発射の範囲か。発射の範囲。まあ、60メートルに変わりないですからね。で、これマルチはそこ全部上がる。アーケインパワーいらないね。それで言うと。まあ、他のバフが出ればって感じですけど、まあ、結構上げてるんで、もう、ね、今更どうなのかなと。クロマティックこそ最初出て欲しかった感あるなぁ。ね、ちょっと、初動が遅れた感じがする。ルーンはね、問題ないと思うんですね。あ、ってこれ物理なんだね。あ、斬撃とかはないけど、ほぼ全てカバーしてるわ。あとはもうとにかくダメージ系を効率的に上げていけば。さあ、ヒュワーっと貸しにいるやつ全部倒してね。チェーンライフィングばっか上げてる気するね。何気にシビアコールドすごいですからね。で、範囲結構上げてるけどいらないかな。チェーンライトに飛び火するだもん。もうとにかくマルチで1回に多分何発円だろう。72かでもそんなにないか。クロマティックのダメージ、さあ、早いと思うんですけど、ちょっと6分以内に行きたかったなと。リベンジかな、これは。ちょっとね、ダメージ最後見て、どういうビルドにするか考えよう。これ、ね、アイスブローを覗こうかなっていうのは一つ考えれますね。まあ、ヒラメ増えるけど、なんかないか、他に。チェーンライトニングとかでも、とにかく周りに回していくと。なんかあるかな。なんかバフも一個ないかな。いっそバグの方がみたいなね。終わりましたね。6分半です。ポジショニングどうだろうね。ちょっとポジショニングも改善しようかな。ちょっともう一回やりますね。DPS やっぱクロマティックやっぱ高いね。アイスブローはこれか。やっぱアイスブローいらないか。
だもうこれ正直見えてて、チェーンライトニング、シビアコールド、クロマティック確定の後何にするか問題だね。どうしようかな。リトライでいいか。範囲は狭くなってるんでちょっと補うように上げてましたけど。上げすぎたかな。どうでもいいとこまで行ってましたね。それよりマルチ発動習熟を活かした方が良かったかなと。もう一回行きましょうか。マップ変えよう。他なんかないかな。ベストタイムが遅いやつ。ここだね。こうできんのか。なんか見たことないけど、あんまり。まずカードいくか。うっせぇ、攻撃。さあ、とりあえず最初クロマティック欲しいかな。軸だよね。クロマティック何属性で言っても使えるっていうのが強みだろうと思うんですけど、若干シビアコで死にきれてないから、倒しきれてないからね。あ、いいね、ナイスマルチで。クロマティックさえ来れば処刑人の効果ある程度期待できるはずなんですよ。敵倒れちゃうと思うけど、で敵倒れる分には別にいいんで、攻撃で何々っていうのはあんまり速度低下あるから期待してないし、だパーセントでと比較的高いのが、やけどか、毒でやった2番目に高いのが2510とかだったと思うよね。弱体化が確か10なんで、破滅が20かな。シビアコールド発動頻度一応こんなでも 1.7 秒あるんでね。次クロマティック欲しい。全部使おうか。最悪いらないの、いらないの、発動頻度にしよう。優先はマルチ発動頻度かな。範囲ちょっとゼロにしてみる。関係ない。でも、一応アイスブローがあるから、さっき若干あげたけど、いらないいらない。こっちはいないでしょう。これさっきのビデオがもうすぐに完成しそうであると。うわー、でこっち行った方がいいのか。こっち、いやー、全体か、悩ましいですね。移動速度いらない、防御力いらない。はい、じゃあチェーンライトかな。マルチとか出ないかなっていうね、レア度の高い期待したんですけど、これいっとくか。こういうスキルね、効果は強いんですけど、クールダウンの長さが、こういう、ね、スピードラン的なことになってくる。きたきたきた。邪魔になってくるんで。クロマティック入れて5秒あるんだね。クロマティックが、出血、それでいいか。出血はもうクロマティックしか与えれないけど。発動頻度少しでも上げていきましょうと。あと1個分かったんだね。うん、何もないな。ギフトでいいか。雷の範囲、雷の範囲か、いらないっす。ちょ、範囲ゼロにしてみよう。弱体化かな。ダイスブローも変えたいですね。さっきのから見るといらないか。まだ範囲系にした方がいいかな。これの範囲、破滅めまい、クロマティックダメージ、これかな。で、まあそうだね、毒かな。クリティカルも率が上がらないんでね。悩むな。ダメージ、ダメージ。ギフトは使ってはいるんだけど、そんな重要性は、なんかいいの出ないな。ダメージか、マルチか、
発動頻度で、範囲はいらない、範囲はいらないんですけど、うん、じゃあ範囲にしようか。せめてマルチが欲しいな。まあ、せめてがね、大きいけど。秋田マルチ、マルチ。雷マルチはいいね。チェーンライトニング、クロマティックボルト。経験値、経験値。かもうさっきより長くないですか、この時点で。気のせいか。結構、端から敵来るんだとしたら、ここって、ね、遠そうだよ。に向かって投げるか。どっか。うん、なかなか出ないですね。火力がね。してないといい感じ。ちょくちょくスキルが出てくるぞと。あ、クロマティック発動頻度ですね。ブリザードでいいか。それなら。いや、それ氷でまだ上がる分、可能性は。回りそうだな。回ったな。よし。あとこういう系、雷かな。あ、前方マルチ、あ、前方マルチ最高だね。ジュピターの槍持ってこようかな。なんか捨てれるかな。ジェネラリストいらんかな。クロマティックのね、処刑人が機能してるかわかんないね。でもクロマティック外しは考えられないから、あのクロマティックの初期 50% アップで下がっていく方は多分使えないと思うんですね、クロマティックだと。いや、連鎖系でいいのあるんで、ちょっとね、さらに深掘っていきますか。ちょっと目標6分切りかな。で、マップは変えよう。範囲は多分いらないと思うんだよね。特に。頑張れ。早く頑張れ。7分切りでしかない。範囲消しちゃろうかな。どうしようかな。ちょっと多分さっきベストスコア、ベストタイムだと思うんで比較してみよう。あれは626でしょ。この辺でやってみるかな。じゃあ次、次回持ち越しですね。で、このリージョニアのこのスキル持ってこう。これ雷で出るのか、ショーツか。雷でいいんだよね。それで行こっかな。それが多分一番いいかな。他のスキルなんかあったっけな。欲しいのは範囲ですね。範囲で3位。カオスミサイルとか面白いかな。まあ、あんま先には飛んでいかないか。そうですね。だからこれ雷を入れる。何消そう。ジェネラリスト消すか。伸びしろこれ6個つければいい。安定して 30% か、6個つけて 30% か。プラスモアがある。マルチ発動手術。これ、効果未知数なんだよね、正直。悩ましいで、集中砲火確実に効果を買ってるから、40増加。シビアコード、クロマティックボット、ダメージ低いんで、そこで使ってると。こうするか。マルチ連鎖重要なのかな。重要っぽい気もするよね。これいらんか。なんとかなるダメージ。もっと狙えばね。狙いが足んない。ちょっとこれで行ってみよう。